弟子屈町公式ニュース。皆さん雑だらね、聞いてください。はい、ちょっと肩に力入ってらっしゃるかな。お皿の表側のくぼんだところにアイヌ文様を彫刻刀で彫るっていう体験です。アイヌ文様は魔除けって言われてます。例えば着物のこういう入り口の周りに刺繍することによって、こういう隙間から俗に馬、病気とか怪我とか悪いものが自分に入ってこないようなっていう意味の魔除けですね。それを木彫りでやってもらったっていう、はい。楽しそうにやってくれることが嬉しいんですよね。だから上手とか下手ではなくて、2時間どうやって楽しんで体験してもらえるかっていう、その辺をいろいろ考えながらやってるし、今日もなかなか良い時間だと思ってます。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。